トランプと封筒を使います。封筒の中身は後ほどお見せします。こうよく見える場所に置いておきますね。そしたらですね、はい、トランプです。じゃあこのように、カードを配っていきますので、お好きなところでストップをお願いします。ここでよろしいですか。はい、はい、自由にストップをかけていただきました。止めた場所のカード、これハートの5ですね。ちなみに1枚後だったらスペードのジャックだし、まあどこでストップがかかったとしてもよかったわけですけども、はい、選ばれたのはこれですね。封筒の中に1枚だけカードを入れておきました。ちょっと他見てください。カラーですね。選ばれたカードはハートの5、そして私の予言もハートの5です。実はですね、この予言のマジックって絶対うまくいくんですね。もう一回やってみましょう。またこうやってカード配っていきますので、お好きなところでストップお願いします。こっちですか。はい、あれスペードの2ですね。はい、これは私の予言と言いました。この予言のマジック絶対にうまくいくんです。何が選ばれたとしても絶対に一致してしまうんです。